ゴミ袋を木の板と同じ大きさになるように折り曲げます。ゴミ袋の周りを裏表の両側から透明梱包用テープで固定します。内径6ミリメートルのチューブを長さ30センチメートルに切ります。ゴミ袋の角を1箇所切り、チューブを差し込み、空気が漏れないようテープで留めます。空気座布団をチューブが机の端から出るように机の端に置き固定します。空気座布団の上に木の板を置き固定します。木の板の上に座ります。チューブから息を吹き込み、空気座布団の様子を観察します。